ちゃんくん、おはよう。おはようございます。ちゃんくん、ちゃんくん、今日も朝からベッドの中来たりして嬉しかったけど、カメラで撮れなかったね。体の痛みはもうないです。ワクチンの後遺症というかはほぼゼロになりました。今日から頑張ります。あー、ジャン君、お迎えに行って偉かったね、ジャン君。いっぱい取れたのね。毛がすごいいっぱい取れたのね。はい、ジャン君、ジャン君には関係ないけど、今日はひな祭りです。3月3日、なんかいろんなものが置いてあります。ここにポンちゃんが来たらちょうどいいところね。ポンが来るかなと思って、後ほどポンちゃん来たところも撮ります。ポンちゃんはまだここに来ませんが、ジャン君がおひな祭りを盛り上げています。というよりは眠そうです。ポンちゃん登場。ポンちゃん、ポンちゃん、あなたのお祭りですよ。ポンちゃんのだよ。たの、た、あの、倒してもいいし、かじってもいいし、うん、うん、って言ったこと。それはね、君が食べられないのごめんね。ポンちゃん、今年はさ、はい、あの飾れる系のお菓子がなかったの。前はほら、なんか代理様とひな様と三人勘定とかがプリントされたやつとかがあったから、三人勘定のとことかを飾ってたんだけど、そういうのがね、なかったの。そうなんですって。そしてポンちゃん顔が真っ黒でシルエットになっちゃって映りません。ポンちゃん、ポポちゃん、ポポちゃん、はい、ひな祭りおめでとう。ポンちゃん、あれなのかだね、ポンちゃん。今度ポンちゃん用のおひな様っぽい何かを作るか。なんだろう、ぽいっていうのはなんだ。だってお着物とか着られないわけだから、うん、なんか頭に乗せるやつなんかあるじゃん。おひな様かぶり、ひな様ね、なんか王冠みたいなやつ、あれを折り紙とかで作って、ヒュッて軽いからヒュッて乗せる、うん、とか。そのうちこっち向いて落ち着いてくれるとちょうどいいんだけど、今ポンちゃんで見えません。ジャン君、今日はひな祭りだったのでジャン君は脇役ですね。って言ってもジャン君ばっかり映ってるかな今日。なんかね、いいところにポンちゃんいないのよ。今日ポンちゃん寝てることが多いからね。そうなんですよ。さっきちょっとだけ窓際に行ってたんだけど、一回取れたけどね、うん、ある時でもあんまりこっち向いてくれなかったりとかね、うん、写真に撮れなかった。ジャン君、ジャン君、じゃあ5月5日はジャン君メインだからね。5月5日の方が立派なお人形もあるしね。ああ、そうか。そっか、もうちょっと作るか。ひな人形も。ジャン君、
高いとこ登ったジャン君。ジャン君、はい、降りた。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 はい、ジャン君おいで。おいでおいで。ジャン君。ジャン君。はい、ジャン君ジャン君、ジャン君。